ックを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で三田村、ネクストバッターサークルに控えているのは金原、北斗神拳奥義、北斗百裂拳、お前はもう死んでいる。パープル追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で須川、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。決まった、ストライク。第4球を投げた、打った、ライト線グーッと打球がライトを取りました。これではさあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で初球を打ちました。そうボールを掴んだランナー、パープルここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で日傘、第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球流し打ち、どうだ、ヒット、一塁ランナー三塁へ向かう、バッターランナー二塁でストップ、日傘タイムリーツーベース。パープルここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー三塁という場面で別府、初球打った、センター下がった、これはヒットになります。パープルス点差を2点に縮めました。ご覧のさあ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で別府、ボール、第2球投げた、打ちました、打球は右中間に上がった、ライト後方、パープルズまずは1点先制、1対0。パープルズここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー二塁という場面で緑川、第1打席はフォアボール、第2球シンカーは空振り、少し迷ったか。第3球を三振、バットが空を切りました。パープルズリードで迎える7回です。バッターはサイダ、変化球アウトコースへ外れてボール、第2球投げた、ボール、投球は3球目、投げた、打った、痛烈な当たり、右中間へのヒット、ボールが点々と転がっている、サイダいいバッティングを見せました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは篠野、パープルズ代打構成に出ます。投げました、ストレートはボール、投球はこれから3球目、ボール、第4球を投げました、打ちました、痛烈、いった、入った、入った、ホームラン、代打ツーラン、府中何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナーなしという場面で日向、第2球投げました、ストライク。さあ次の1球が最後となるか、投球はこれから3球目、スローカーブ、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。パープルズ先制のピンチを迎えました。第1球初球決まってストライク、第2球決まったストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球、外角低め、空振り三振、サルカ。5回の裏パープルズ攻撃に入ります。トップバッターは須川、今日の初球を打った、ヒット、須川ヒットを放ちました。パープルズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で亀山、第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げました、打ちました、ヒット、レフト前ヒットになった、亀山ヒットを放ちました。パープルズ同点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で別府、第2球投げました、低め、外角、ストライク、投球は3球目、投げた、北斗神拳奥義、北斗百裂拳、お前はもう死んでいる。逆転、
ンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でウィルソン、この後に控えているのはムーン。第2球打った、センター方向に持って、ここはしっかり掴みました。これで2アウト、ランナーはパーズルズ。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。投げた、初球見送ってストライク。まずは1球見ました。投げた、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。別府ヒット。バッターは3番三田村。第1球投げた、完全に外れた、ボール。第2球1塁ランナー走った、盗塁成功。パーフルズ大事、新外野は浅めの守備を取ります。流し打ち、ファルボール。第4球を投げた、ストライク。投げました、打ちました、ヒット、センター前ヒットになった。三田村ヒットを放ちました。バッターは4番金丸。パーフル、最低でも外野フライが欲しい局面です。第1球投げました、ストライク。まずは1球見ました。第2球投げました、カーブ見送ってストライク。第3球を投げました、なんと選手流撃、空振り三振。バッターは5番ゲイ。第1球投げました、外角高め外れてボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、なんと選手流撃、見送ってボール。投げた、4球目ストライク。第5球投げた、高めいっぱい見逃し三振。右バッターボックスは6番矢島。第1球投げた、カーブはボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。次は5球目投げました、打ちました、痛烈、入れば、掴んで、これで3アウトになります。パーフェクト。